皆さんこんにちは。いよいよ始まる WBC2023、 各国も続々と動き始めている中、侍ジャパン率いる栗山監督が大谷翔平を先発に起用することを明言しました。これには各メディア、野球ファンが猛反応を示し、一気に中国戦の注目が集まりました。今回は大谷翔平選手がなぜ開幕投手に選ばれたのか、中国代表チームはどのようなチームなのかなど、9日中国戦直前の状況をご紹介していきます。初日を終えた台中国際リーグ A では、台湾がパナマに12対5と大敗を喫し、オランダがキューバを4対2と下し、早くも動き始めています。そんな中、野球日本代表侍ジャパンの栗山英樹監督は8日東京ドームで行われた公式記者会見に臨み、大谷翔平選手が9日の1次ラウンド中国戦で投打同時出場させると明言しました。会見では、 WBC は大谷翔平から始まります。大事なスタート、大谷翔平で行く、ただそれだけですと力を込めました。二刀流での出場も明かし、打って投げての姿を見たい、誰もが待っていると初戦から世界中を賑わせたい意思を示しました。大谷選手は、まず楽しみにしてますし、チームの勢いとしても初回の入りから集中して入りたいなと思います。また開幕投手にあたっては、今の自分の 100% は出せると思う、実質今年初めての公式戦というか本番の試合なので、正直どこまで出るのかというのは、その時になってみないとわからない部分もありますし、その日の調子によると思うので、今の調整の延長線上で入りをしっかりできれば十分にいけるんじゃないかなと思ってますと語りました。また同じく侍ジャパンのチームメイトで、異色の経歴で注目を集めるラーズ・ヌートバー外野手も、超ワクワクしている、すごく誇りに思うし、プレーさせてくれるチームジャパンにすごく感謝していると語った。また日本の野球をものすごく気に入っている、こういう球場の雰囲気は今までに経験したことがない、試合で終始ファンの声援を聞いたりするのが本当に特別だと語りました。9日中国戦でも一番中堅でスタメン出場が濃厚なヌートバー選手について、大谷翔平選手に質問が飛んでくるシーンがあり、大阪での強化試合中もヌートバーに積極的に声をかけていた大谷選手は、僕がいなくても十分にチームに溶け込める人間というか人柄だなと思うので、何も心配することなくと、たっちゃんとしてチーム内からも慕われるヌートバー選手の人間性に太鼓判を押した。続けてファンへのお願いとして、9日の試合でファンの声援が大きければ大きいほど本人のやる気もそうですし、自分が日本という国に受け入れられているのかな、本人もわかると思う、ぜひ素晴らしい声援を送ってもらえれば僕としても嬉しいかなと思いますと、大声援での後押しをリクエストするなど、ヌートバー選手を気にかけ、さらにみんなで仲間として迎え入れようと日本国民に呼びかけるなど、思わず熱くなるようなコメントが出てくるなど、今の日本代表の連動が上がってきていることが伺えるシーンでした。そんな日本が相手にする中国代表とはどのようなチームなのか、マイナーの A クラスと中国代表を例えたのは、中国代表のベテラン A ちゃん内野手でした。中国は国際ランキング最下位、初回の WBC から出場しておりますが、いずれも1次リーグ敗退の成績。もし可能なら、大谷選手が球場入りするときにタクシーやバスが遅れてくれることを願っています。こんなジョークを飛ばしたのは指揮官であるリーン・ディロイ監督でした。初戦の相手としては、正直なところ弱小国と言わざる得ないでしょう。注目する選手はいないか調べたところ、日本育ちの選手がいました。名前はルー・ユン内野手、生まれは中国ですが、小学生時代に両親の仕事の都合で来日、そこで野球に出会い、三重県の四日市大学卒業後に単身中国に渡り、北京タイガースに入団しました。日本のプロではドラフトにかからなかったんですが、野球を続けたくて卒業後に中国に渡って、
セレクションを受けて採用されたんです。野球後進国とはいえ、中国はスポーツに関しては徹底的なエリート主義を貫いています。さすがに人気種目ではないので、本当の意味でのトップアスリートは来ないですが、野球を選ぶ者もその身体能力は非常に高く、大学時代無名だった選手でしたが、主力として迎え入れられるような場所ではなかったそうです。ルー・ユンが中国球界に飛び込んだ2019年、中国が本格的にプロ化に舵を切った年でした。新リーグ、中国プロ野球リーグ元年、ルー・ユンは北京タイガースのショートストップとしてシーズンを過ごし、初年度シーズンの優勝に貢献しました。プロ野球とはいえ、中国プロ野球は日本とはかなり違うようで、例えて言えば学生野球が給料をもらっている感じです。選手たちは原則ホーム球場のある大学内にある寮で集団生活、食事は3食とも寮内の食堂。北京市内といっても寮や球場は市街地からバスで1時間以上かかるようなところなので、白球の選手たちはおいそれと遊びに行くこともままならない。そしてオフの一時期に帰省する以外は年中この寮生活らしいです。日本では叶えられなかったプロの夢を母国で叶えたルー選手ですが、手の届かなかった日本のプロにメジャーリーガーを加えた侍ジャパンと対戦する。普通に考えれば雲の上の存在の侍ジャパンに対しても彼が臆することはない様子で、憧れというスタンスではなく侍ジャパンも対戦相手の一つです。笑われるかもしれないですけど、僕らは全部勝つつもり、1位通過目指して本番に臨みますよ。息子の晴れ姿を見るため中国に帰っていた。両親も東京ドームにやってくるそうで、侍ジャパンに一泡吹かせて日本への凱旋を飾ることを言葉にしています。この他にも元ホークスの真砂選手なども代表入り。中国は確かに弱小国ですが、白旗を振っているわけではなく、あくまで徹底抗戦の構えを見せています。ディーン監督は改めて、チャレンジかもしれないけど日本だけではなくて豪州、チェコ、韓国に対してベストを尽くして白旗を上げることはありません。私は日本代表に勝てると信じてますとコメント。また日本の某スポーツ新聞社などが、もし可能なら大谷選手が球場入りするときにタクシーやバスが遅れてくれることを願っていますを悪意ある切り取り方で切り抜き広めたことにブチギレながら、絶対に負けないと媚びを強めながら日本戦に意欲を見せました。ただ野球ファンの反応は、大谷どの国でも関係ない、とにかくボコボコにしてくれ、容赦すんななど過激な思想のファンも多く、ある意味中国戦に注目が集まっている状況かと思います。9日、東京ドーム、19時に試合開始です。また動画を出します。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。